夏目先生、夏目先生、んダイエットにいい、うん、すごいメニューを見つけたんですけど、ダイエット、ダイエット、ダイエットしろっていうこと？それそれは違いますけど、ヘルシーで、うん、超簡単にできるメニューを見つけたので、まあ、これを紹介したら、うん、まあ、視聴者の皆さんも喜ぶんじゃないかなというメニュー、うん、ヘルシーメニューを持ってきたので、はいはいはい、え、簡単？簡単で、うん、まあ、おつまみにもできたり、まあ、晩ご飯にもできるような、うん、すごいお手軽メニューなので、はいはいはい、今日はちょっとそれを業者の方に紹介してもらいたいなと思うんですけど。わかりました。何を使うんですか？これです。おお、鶏だけを使います。これだけ？これだけです。じゃあすごいヘルシーやな。鶏胸チップスというの。鶏胸チップス、はい、チップスになるの？これチップスになるんです。揚げずに？揚げない。揚げない。また揚げないシリーズ。揚げないシリーズです。はい。どうやって作るんですか？電子レンジだけで作ることができるので。あ、簡単やな。まあ、簡単でお手軽に作るので、はい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 、じゃあやっていきましょう。はい、まずはですね、鶏肉を薄く切っていくんですけど、うん、薄く切れるかな。パンちゃん、パンちゃん、やめて。食べたい、パンが食べたいみたい。もっと薄くせなあかんかな。これ叩くんじゃなかった？最後に、まあ、味付けして叩くでも、叩いてから味付けでもいいんですけど。切りづらいね。普段鶏肉は食べますか？豚ばっかりやな。豚ばっかり、うん、それは何でですか？分からんけど、もう手、あかんあかん。ヘルシーですね。昨日でも牛食べた。すき焼きみたいなした。美味しかったよ。パンちゃん。はい、これ切れました。じゃあ叩いていきましょう。はい。薄くするんやな。薄くしていきます。そうやって叩く。これしか残ってない。包丁の裏から叩く。薄くなった。結構薄くなるぞ。めちゃくちゃ腕疲れる。ボクサーやん。簡単やな、これ薄くするの。ガーリックとあれつけ、はい、塩コショウつけ、塩コショウとガーリックで、これはあのストレス発散にもいいかもしれんな。はい、叩き終わりましたということで、その前にこれ生活茶屋さん、荒川区の、はい、でそこのチェーン店っていうか、あの姉妹店みたいな、はい、姉妹店の生活広場で買ったガラムマサラ、見て、ゾウガラムマサラ、カレー味、はいはい、ちょっとカレー味も中に入れてます、はい、ガーリックにカレー、ガーリックとカレー絶対美味しいやん、この組み合わせで。つけるのはこれ、これも生活広場で買ったじゃん、レモン、あの瀬戸内レモンってよく夏に見るやん、はい、はいはいはい、これをつけて食べてもおいしそうやから、はい、後でこれもつけてみよう。はい、わかりました。じゃあこれ電子レンジで5分チンしていきます。じゃあいきます。電子レンジで5分。じゃあできてるか見てみましょう。はい。おお、見てって結構カリカリになってるやんな。カリカリに。じゃあ持っていくか。はい、完成しました。じゃーん。じゃあ食べていきたいんですけど、これもつけて。これは何ですか？これはさっきの瀬戸内レモン。匂い、すごい匂い。おお、めっちゃレモン。これもちょっとつけて食べましょう。うわ、めっちゃカリカリやん。めっちゃカリカリ。鶏胸肉の原型がないかも。味とかもほんまにおせんべい。材料鶏胸なんて感じ。へえ。食べます。うん、いただきます。うわ、プップル、めっちゃパリパリやん。うん、すごい。おせんべいみたいな感じやな。ほんまにおせんべい、ほんまにおせんべいやんな、うん、つまみを食うてるみたい、ほんまに。うん、結局電子レンジで8分ぐらいしたかな、うんうん、パリパリになるまで。やっぱほんまに薄く切らんと5分ではできんかも。ちょっとレモン、うん、おいしい。食べてみ。さっぱりしたレモンの感じが。もうレモン、めっちゃレモンやな。酸っぱ。でもこれはお酒飲む人とかにめっちゃいいと思う。味も濃いし、お酒飲まんけどつまみ好きやからめっちゃ好き、これ、うん、ちょうどいいスパイスの加減とレモンのちょっとした酸味と合います
ただですね、硬い、あの矯正中なんで歯が弱い人は無理。前歯揃ってないから。せんべい食べれる人、うん、今せんべい食べれ、うん、普通に今はほら飲み会とかできんけど、家でパーティーするときにこれあったらいいよな。美味しい。最後、はい、はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。完食しました。はい、どうでした、感想。簡単で手軽ですぐ作れるトリカーチップ、ヘルシーなトリカーチップでした。皆さんも超簡単なので真似してみてください。バイバーイ。